ベルズウロボロス、さすがに強い竜です。このモンスターね、あのセレクションボックスで追加されましたこの、レベル 4×3 というちょっと重いこの召喚条件のモンスターなんですが、こいつめちゃくちゃ強いんですよ。効果説明していきましょう。表側で、こいつが存在する限り、3つの中からそれぞれ1回ずつ効果を使うことができると。相手のフィールドのカードを1枚選んで、選択してバウンスできる、強い。でランダムハンデス1枚、強い。で墓地のカード除外、強いと。これ全部強いんですよ。これが、1回ずつ使えるっていう感じのモンスターになってます。でレベル 4×3 でハンデス持ってるんで、これ先行で立てると1枚ハンデス入るんですよ。これがすごく強い。じゃあレベル4のモンスターを先行で3体並べるデッキだったらいいですよねと。でまあいろいろあります。レベル 4×3 が並ぶデッキ、まあ、テラナイトとかも一応並ぶし、あとオノマトとかも並びますよね。なんですけれども一番ね、その上振れた時にその大犯罪ムーブができるデッキってやっぱこいつらじゃないですか。これなんですよ。セップスロで先行ウロボロス立てて、でランダムハンデスして、で次のターンにバウンスして、で展開していくっていうデッキ、マジで犯罪じゃん。どう考えてもリンクス重犯罪法に違反してるんですよね、このデッキ。でこの絶対運命力っていう、前回やったその絶対運命セプスロっていうギミックをぶち込みまして、あのカップオブエースさえも入れるっていう、カップカップセプスロっていうね、やばい。ほんと手札マジデッキ引きるぞみたいなレベル感で、あのデッキめっちゃ掘れるしめっちゃドローするんで、このデッキが俺はセプスロの中で一番楽しいと思っている。早速ね、犯罪大犯罪ムーブ決めていきましょう。デュエルスタンバイ。性的に無理、天罰するしかない。犯罪ムーブきた。ホーリーライトニングセプターを召喚、セプターの効果を発動、さらにその効果に支援し、ホーリーライトニングスローレの効果。ジャギーン。大犯罪ムーブ来た。そしてスローで効果発動、ジャギーン。シュッシュッ、よし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 、いけ。待って、これさワンドローした方が強いんじゃね。清掃いるか、清掃いるかもしんないか。でもな、なんかワンドローした方が強いかもしんないな、これどうしよう、むずいね。あ、でもワンドローした方が強い、ワンドローしなくても強いか、このハンド的には。このハンドだったら、ウロボロス、俺はレベル4のモンスター3体でオーバーラインネットワークを構築、エクシーズ召喚、ベルズウロボロス。そしてベルズウロボロスのモンスター効果を発動、相手の手札をランダムに1枚墓地に送らせていただくぜ。シュッ、ネオス、やばい。なんかちょっとめんどくせえカード落ちたな、墓地に。そしてセット、ランチュア。さあこれが最強、先行セプスロウロボロス。 OCG ムーブしてるわ、手札の最後いいよ。あと相手4枚でしょ、こっち1、2、3、4、5、6枚ですからね。強すぎでは、あれそんなゴミみたいなプリングしていいんですか。あ大犯罪ムーブきた、大犯罪ムーブきた、大犯罪ムーブや、出た。誰が勝てんねんこのデッキ。カードを1枚選択し手札に戻すことができる、絶望的盤面。そしてクリボール、カイトロイドなどなど、モンスターの効果は止めてしまう、もちろん魔法トラップも止めてしまう。最強ファリムシの食通、それも無効。ビリ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 、対戦ありがとうございました。死刑枠さ。おいお前スローで引けよ、スローで引けよ、スローで引けよ、よし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 、いけ、セプター召喚、セプター効果はそう。
ゲーですかこれ。あまりにも神ゲーなんですけど、やばすぎません？どんだけ強い。ここが公式ワンドロー、あーワンドロー入れるか迷いますね。隕石2枚セットした方が強いか。ワンドローはしなくてもいいか、別にこんだけ強いから。これはウロボロスか。こんなのおかしいよ。てか何枚あるの今。1,2,3,4,5,6,7 枚あるんですけどこれで僕判定しますから。相手ウェルズウロボロスのを召喚して、ウェルズウロボロスの効果を発動。さあ相手の手札をランダムに1枚捨てさせていくぜ。おら俺判定しろ。ズババカ、いやズババカ、ズババカ、ズババカ、ズババ挨拶されるのきついな。挨拶されるのきついぞ。挨拶されるのきついがセットで、これは、ガガガボルトのケアで清掃セットして、これ挨拶きついぞ。挨拶、あ、うん、クリボール、あ、クリボールなんだ、へえ、楽しよう。挨拶だけやめて。挨拶マジきつい。ちょ、挨拶だけマジで。あ、オッケーオッケー、それは全然オッケー。よし、ケアした、完璧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 なケア。おら手札1枚で何ができる。おら手札1枚で何ができんだよよし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 、てめえ手札1枚で何かできんのか。さあベルズ・ウロボロスの効果を発動。相手フィードのカードを選択し、持ち主の手札に戻してもらおうか。ほら、そしてセプターを召喚。そしてスローで出すよね。攻撃表示カードを1枚セット。バトルフェイズ大犯罪デッキ対戦、ありがとうございました大犯罪ムーブ。ベルズというよりタクマくんさ、まあそうなの、ね、何が強いってタクマくんか。よしよしよし、まあ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 こいつが来てるからまあ許してやろう。上振れすぎてやばい。そう結構これ負けるからね、普通に揃わないとこんな感じの手札で。でサルパフナー、ほうサルパフナー、これで次のターン、デッキトップセプター引いて、でスローネをカップオベースで引いてくるといったところです。今のところ最強モブ決まりすぎ。お、これコーラルか、初手コーラルかもしれない。さあコーラルドラゴン、はい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 、 OK です。でシストバーンの効果も発動していく。で回収していくと OK。 あとはセプスルができるかどうかっていう話はね。分節も来てるし、ヘッドダッチも来てる、まあ割と悪くはないけど、セプスローができるかどうかなんですよね。あとはこのセプスローゲーなんですよマジで。スローが、はい、今回自分をはいはい剥がして了解です。セプスローゲー、マジでセプスローゲー、ガチでセプスローゲー。セット OK。 インパクトとかサーチしたっけ。インパクトとかサーチした、あーすぐわかんない感じだ。ドロー、はいはいはい、なるほどこういうことですよ、こういうことですよ、こういうことです。これこういうことなんですよ、こういうことなんです。コズミックサイクロンかな、こういうことなんですよ、こういうことなんですよこういうことなんですよね。じゃあセット、セット、これ強いと思うんだよね。これ多分強い、これ強いからこれでエンドみたいな。で一回ヘッドジャッジングで相手のコーラルドラゴンこれか、それが一番強そう。コズミックじゃないのかな、これ あれかな、インパクトかな、もしかしたらコズミックだったら多分エンドコーズさえ打ってるから、あれっぽい、インパクトっぽい。どうやらインパクト入るんだっけ、今入るよね。俺こクリスの最近使ってないからだけど多分インパクト入るよね。でローズミックス効果、あーそれも別にいいか、はい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 、あー 7ブラックローズされるときついか。じゃあとりあえず運が切断だけ打っとこう。これはもうちょっと清掃抜いて、でこれはちょっと一回除外で無理です。ありがとうございます。ブラックローズだけマジで無理。相撲がこれ先に眠り込めて打ってればよかったわまあいいや、はい、
ローズはワンチャンヘッドジャッジってパクロ出てくるんだったらデビコメちょっとよし、ここでデビコメくらえ、デビルコメディアンちょっと遅かったですけど、まあいいや。で、デビルコメディアンで表側を出して相手の墓地を全除外していく。オッケー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 よし、あとはセプターを引くだけだ俺様は。ただちょっとリオン界のめんどくせえ。インパクト OK、 インパクト OK、 インパクト OK で、それも OK で、これなんだろうな、まだ効果使ってないから、あれだよね、7出せるよ。レベルコピーとかしてあれ出てきたりするだろう。まあそれでもいいか、さすがに来ないか、まだグリオンガンドはガンダムは出てくるとしたら6か、7は、今まだブラックドラゴンは出せますから、ね、効果的にちょっと覚えてないけど、ちょっとねヘッドタッチのタイミングミスましたね。7か OK でブラックドラゴン、はい、で効果いけ、ヘッドジャッジング、パクれ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 よーしオッケーオッケーオッケーよし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 オッケー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 、なんか縦に用意した、これ邪魔すぎ、このモンスターセプソできんやん。はぁ、何このままやるな、ちょっと、出ないね、ちょっとスローでなんか、出るかスローでなんか出ないみたいな、出たから出せるぞ、これなかったから、チェーンが出たら、無理じゃなくて、どうなる、あぁ、無理か、何か出てくる、はい、で、タレパスが、はい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 、で、パワードを送って、で、これもヘッドジャッジの効果使って、外せ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 、いやー、まだ神ゲーどうやら理解しようだな、そうだ、これがデュエルリンクスだ。対戦ありがとうございました。